元秋田方市長で東京都知事選で旋風を巻き起こした石丸晋司氏が16日、自身の YouTube で次の衆院選挙について自民党の総裁となった人物の選挙区から立候補し公開討論を申し込む考えがあると述べた。石丸氏は選挙区での討論会はやってほしいな。当たり前に有権者のためになると訴え、立候補者が選ぶ材料を提供しない時点で 政治家に向いていないてななと討論会ををやる意義などを訴えたそしてどうしましょうか立憲の代表選も終わっちゃうんで自民党総裁選にしましょうかと切り出し総裁に晴れてなった方の選挙区に僕が出て公開討論会を申し込むっていうそういうシナリオにしましょうかと次期自民党総裁となった人物の選挙区から立候補する考えがあるとした。 世論調査では小泉進次郎氏優勢というものもあることから、小泉さん。神奈川11区。あそこは対抗場立てないでしょ。共産が出るぐらい、勝てないから、そこに僕が出る。で、進次郎さんに公開討論を申し込む。絶対に逃げるなと、逃げたら恥ですよ、と訴えた。総裁、総理大臣になっておきながら自分の選挙区で討論会に出ないってありえなくないですか と視聴者に呼びかけ、たとえその選挙区で勝ったとしても、他の人が迷惑しますよ。俺たちの看板ってこんなの。でもっと言えば、世界から笑われる。絶対に勝てる選挙で討論から逃げるって、世界に向けても何も言えない、とも語った。もちろん、新次郎氏以外の人物が総裁になる可能性もあることから、小林さんとか討論好きそう。受けてくださりそう、石破さん。 河野さん、竹千野さんも好きなのかな、などと話し、総理大臣になった方の選挙区から出て、そこで公開討論を申し込むというのが、政治の活性化にもつながる気がしますね、と述べていた。ネットでもこの石丸氏の発言は話題となり、ネタだった石丸公文、VS 新次郎公文がガチでやるんか W、小泉新次郎と石丸新次を討論させてみたい、などの声が上がっていた。